大門さんとか、あの刑事の山さんとかさ、いろいろたくさんデカ部屋が隣に座ってびっくりしたんですよ。それで中村正俊っていうじゃないですか、はい、あの人が突然ピアノに弾き語り始めたんですけど、酔っ払ってて全然ベロベロなんですよ。いや面白いもん見れたなって思って、お店の人が止めてました。ピアノ弾くんですかね、ギターのイメージが。いや、それがなんかかなり酔ってたみたいで、全然ヘベリケなの歌うピアノで、お店の人がやめてくださいって言われて、面白いもん見ちゃったんで。それレアですね、中村正さんのベロベロ状態を見て。